はい、テアンデー進藤辰巳のゴミラジオ始まりました。僕はあなたは進藤辰巳ですということでございまして、ですね、ザ・セカンドの2024年の、32組が発表になるのが、本日18時からということになりまして、まあそれの配信なんですけども、これがねちょっとまあ申し訳ないというか、ちょっとこの今日ですね、バイト入れてしまって、だから今の時間は今バイト中ですので、事前に撮ってプレミアム限定公開、限定公開じゃない、プレミアム、生配信、っていう感じになっておりますので、本当のリアクションは撮れないっていうのと、18時になった瞬間のあ、受かった落ちたっていうリアクションが撮れないという。なのでまあこちらでね、もし受かったらおめでとうと、もし落ちてたら面白かったですよと、まあ前向きなねコメント、まあ面白かったですよって見に来てない人の方がね多いわけですから、まあ当日はね、ザ・セカンドお客さん満杯で、予選、まあまだ1回戦の状態なんですけど、大体130組ぐらいから32組に絞られるということで、まあ結成15年以上のベテランで、まあつまんない人いないというのもあるので、ただの1回戦ではないという状態なんで、ちょっとそわそわしてね。でまたさ、ここ最近2、3日じゃないですか、これ21日の18時発表ってのがなったのが、だからもうシフト入れちゃってるっちゅうにっていう話でね、まあこれはもうしょうがないよね。だから運がなかった、生配信の運がなかったっていうことで、まあでもね、何もしないってのもあれですから、いやもうゴミラジオは絶対にね、ザ・セカンドの合格発表生配信あるだろうという絶大なる信頼をしている人が多分2人ぐらいいると思うので、まあその人のね、期待に応えないわけにもいかないなということなので、今回一応ね、まあ前撮りで、残念ですけどね、まあ生配信できなくて残念ですけど、いやどうなの、いやめちゃくちゃ怖いっすよ。だってまあ、もう僕はもう飲む人とか、もうベテランになってきてるわけじゃないですか。僕自体がもう46歳になって、もう芸歴もだってもう25年になってますから、まあ同期もそんなにいないけど、まあ10年超えの人も多いですよ。まあ 1、2年目の知り合いの人はセカンドどうだったってそんなに気にしてる人もいないかもしれないですから、まあ僕から何とやかく言うことないのでね、周りのベテランの人とか、まあ僕のことをちょっと気にしてくれてる人とかになるとね、で、どうだったんです？実際、セカンドどうだったの？っての、結構ね、ともしげとかに言われるわけですよ。でも、どうだったの？って言ってもさ、俺初めて出るし、この合格基準の受け方とか感触がわかんないのよ。まあ、2番手だったのね。いつだったっけな、2番手。2日か2月2日ですよ。だからもう2月今が何日 ?21 か。もうだいぶ前なんでね、もう覚えてねえよって。で、初日の2月2日の初日の選考会の初日か。で、2番手だったんで、ちょっと厳しいかなってのは正直思ってます。単純その時点でね。宇宙の漫才の芸風ってやっぱり全体の出順とかも結構重要視されているので、でもまあそんなに重要視するほどドム名ではなくなってきたっていうのが、まあ運がいいのかな。15年以上セカンドだから、本当に誰だこの芸人ってなってたらどうだったのか、また違ったのかなとかわかんないですけどね。でこの日はね、まあ面白いって言われてる人結構多かったんですよね。シンデレラエキスプレスさんとかさ、タモンズさん、チーモン長州さんとかさ、ハリケーンズさんとかさ、誰、まあロビンフット、ランジャタイだ、このでそこにバカよあなたも入るかどうかっていうところだとは思うんですけどもね。これ中盤以降の人の方がもちろん受けてた感じがする。だからそこをどう見られるかっていう感じかな。
受けなかったんですか、受けたんですかっていうところで言うと、受けたんじゃないかなと思うんですよ。別に、うん。なんか、審査が、審査員にはまれば、みたいなのは思ってなくて、別に。審査員にはまったら受かりますよとかではないけど、でも2番、1番手か3番手、絶対に受ける受けか、受け量ってのを、あるのっていう。あのね、もちろん令和ロマンがね、M1 グランプリでトップバッター優勝したとか、まあ中川家さんが M1 ね、第1回目トップバッターで優勝したとか、ね、ルシファー吉岡さんが R1 グランプリトップバッターで決勝行ったとかもありますけども、でもあれを僕見ても、絶対行ったなってわかんないですよ、正直。あのクラスですら。これは結果見て、あ、行ったのかっていう風になる。患者数がね、受けてましたよ。だから、あとは、見え方、全体を見た審査員さんが、どう、下すのかって。で、別に言って、おかしいとも思わない。それ、結果、込みかなっていう、気がするので、だから、後半に出て、しっかり受けてた人の方が、なんか、あ、ここは受かってんのかなっていう、イメージの、だ、かなっていう、だから、R1 で言うと、トップバッターのルシファー吉岡、さんよりも後半に出た独裁スイッチ企画の方が決勝上がった感が強かった、正直。いや、なぜなら出順が全然違うから。だから出順が逆だったらどうなったのかなっていうのがまた分かんないんだけど、まあルシファー吉岡さんもね、めちゃくちゃ受けてたよ、めちゃくちゃ受けたけど、結局トップバッターなんでもっと受けるなと思ってましたけどね。めちゃくちゃ受けたけど、もっと受けれるネタだなっていう、なのでね、全然優勝候補だなぐらいなのは思ってるんですけど、まあそれはさておき、ザ・セカンドですよ。なので、そういう意味で言うと、まあライブとして、一出演者で出た時に、その日の夜の酒はうまいぐらいの、盛り上がりはあったんじゃないかなとは思うけど、正直、32組入れるかどうかって言ったら正直わかんないですね。自信は、わかんない。自信もわかんないんですよ。だからね、いても立ってもいらんない。ランジャタイなんか超受けてたわ。かっこよかったわ。だからランジャタイなんかはね、相当嫌われてない限りは受かってそうですけどね。まあ、去年が意外と決勝いけてたのかな？どうだったっけ？決勝いけてた？いけてたのか。決勝いけてないんだ。決勝いけてないんで、その前で落ちてんだ。そうだそうだ。だけど、まあもうすごい面白かったけどね。だからわかんない。だって、ポット A っていうさ、上位組に、8組に入ったランジャタイなんかね。だかそれでも落ちる。ね、決勝に上がる。決勝だって8組だから。だからそれになってくると、まあ存分に受けようがわかんない。っていうのが正直なところかなっていうとこですかね。2月3日とか見てみますか、予選ね。この日は誰が、去年話題になったツーナッカンさんとかいるね。あ、東京ダイナマイさんとかいるのか。ここも激アツですね。ここも激アツだわ。なんかね、時々ね、耳に入ってくるんで、やっぱり自分が出たからっていうのもあんのかな。ザ・セカンド話題してる人がやたらと耳に入ってきて、特にこれどうなるかわかんないですよ。どうなるかわかんないですけど、2月3日って1部2部あって、2部の方、そんなに僕リサーチしてないんで、僕が名前出さない人でもちゃんと受けて受かる人全然いますので、あんま気にしないでくださいね。単純に僕が生活してる中で、あの人すごいハマってたねっていうのを一部言うだけですのでね。言ってない人が受けてないとかそういうのは一切ないので。で、2部の方のさ、3月、要するに、3回目の予選会だよね。このガロインが超受けてたって聞いたね。ガロイン。だここがね、受かると面白いなとは思いますけど。まあそんなね、受かってるかどうかもわかんねえ嫌なやつがさ、語ってもしゃあないんだけど、一応まあお笑いファンとしてね、お笑い視聴者として今まあ喋っておりますけど。で、流れ星さんがもうツイッターで書いてしまうぐらい受けてたから、まあ受かってんじゃないのかなと。ね。去年も1回戦ね、予選が終わった後ぐらいに連絡来て、飲みに行けませんかって、ちょうどね、予定入ってて、予定珍しく入ってて、行けなかったんだけど、だからもう明確に受けたとか、手応えがあった時はわかるっぽいので、まあ、ここはね、あるんじゃないかなという。あと、半次郎？
半次郎。もう評判いいですね、ここの日は。だから他の人も良かったんでしょうけどね。まあ、僕の生活環境内ではここら辺がね、名前が入ってきましたよね。でも言っても、M1 と違ってすごく反響ある大会にはまだなっていないので、だからそこら辺はね、パラパラですよ。すごい受けたっていうのもパラパラしか、あそこすごいよっていうね、のもね、そこまで入ってこないんで、そういう意味で言ったら、誰も受けてないんじゃないかぐらいの感じにも聞こえてきますけどもね。2月3日、3部あんのか。すごいね、3部あんのか。あ、4000回3回あんだね、2月3日って。知らんかったわ。ここもね、あ、LLR がね、NSC の同期なんでね、ちょっと楽しみですけどね、会えるのがね。あ、虹の黄昏がすごい良かったって今聞きましたけどね。あ、他もね、多分良かったと思うんですよ。ただこれはね、わかんない。東京か。どうなんだろうね。で、MC はずっとね、菊池嘘つかないさんがね、やってらっしゃってね、もうありがたい感じに。やっぱ上手いですからね。俺、あれを、驚いたのが、キングオブコントの、準々決勝が、まあ、何人かいるんですよ。タケトさんとか菊池嘘つかないさんとかいて、人、2階席までちゃんと目をやって、話しかけてたのよ。あんま見ないよね。演歌歌手とかはわかるけど、賞レースの準々決勝で2階席のお客さんの顔色を伺いながら喋る人って、俺初めて見たからちょっと感動したよね。あ、これはすごい。一人のお客さんも逃さずに、ちゃんとこうご機嫌を取ろうとしてる、この MC の立ち姿っていうの、これは学べるなっていうのは。やっぱ伊達に吉本内でね、MC が上手いの、っていう言われてる中の一人に数えられていないな。そしてね、いろんなイベントに呼ばれて、かつ腰も低いわけでしょ。だから多分絡みやすいし、喋りやすいし、使いやすいっていう、この仕事取りっぱぐれがないっていうところにいるんだなっていうのはね、まあぜひ予選を見に行くと。なんで、とにかくね、優しいお兄さん、盛り上げてもくれるしって、そんな感じですよね。4日目わかんねえなあ。あ、そっか、トータルテンボスさんとか、ジャルジャルさんとか、ここら辺はやっぱ硬いんじゃないの？ここら辺はね。リニアとか、モダンタイムス、ロケット団とかね。ここら辺もやっぱ名前が強い。まあ、全員名前がね、あるところばかりが受かるわけではないですかね。去年のツーナッカーさんみたいに、ちゃんと受けたら、ちゃんと上がらせてもらえるとも思いますので、今年はね、それがガロインになるかどうかっていうね。ちょっと、まあね、まあそんなね、知らない人多いとは思いますけどね、結構どっちかライブでね、まあランジャタイも面識あんのかな？ガロイン。まあ面白いとは言われてますよ。狭い範囲で。やっぱ知名度なさすぎるんでね。確かに毎回面白いんだけど、やっぱその想定できない、予測できないやっぱ表現なので、ハマらないときはもう誰よりも受けないしね。ハマるときは誰よりも受けるという。まあ一番かっこいいんですけども、かっこいいんですけども、ほんとハマんないときほんとハマらないからっていう、そんなコンビですね。まあ他の日もね、まあオキシジェンとかね、なんか良かったんじゃなかったかな。プラスマイナスとかも受けるでしょ。あ、まあマシンガンズさんがいんのか、今回ね。マシンガンズ2月4日の19時からのね、予選会出てます。マシンガンズさんここはね、受けてそうだよね。なんかマシンガンズさんに合ってる感じするよね。なんか M1 よりマシンガンズさんがのキャラクターこう伝わってくる。まあキャリアもより長くなってさらに漫才が上手くなったっていうのもあるんでしょうけどね。だからそこら辺はまあ15年以上っていうのが、まあある、なんだろうね、ベテランは長い方がいいみたいな。まあその人となりも、その受けてない時間も面白かったりするのがベテランなのかなっていう。浅草のさ、師匠とかもさ、立ち姿から出てくる姿からもうすでに面白い人って意外と多いんだよね。
で、それを、だからこそ、あの、予選の15分とか見てられるっていうのは、あんだよね。台本、キャラクター、掛け合い、話術っていう、こう、いろんなミルクレープみたいな、ね、層になった技術をバンって出して、こう、食べるから、あ、すっごい美味しいっていう、もう、理解不能の魅力になっていくんだろうなっていう。あ、今回あれだよね。ザ・ボンチさんもね、参戦になるんだよね。僕ね、あの、2014年にザ・漫才で決勝に行かさせていただいたんですけど、その時の予選会とはまた違うか、認定漫才師の時にもザ・ボンチさんいらっしゃいましたね。ザ・漫才っていうのはね、2011か2014年の M1 がない間のこの4年間だけね、あったね、特別企画の賞レース。まあほとんど M1 みたいなもんですよね。まあ番組が違うのでね、フジテレビでやってたんですよ。で、M1 グランプリってテレビ朝日ですよね、確か。うん、なのでそこは局は違うのでちょっと違いますけど、1回戦2回戦準決勝、これがね、認定漫才師っていう名前の括りなんですよ。認定、君たちは面白い漫才師ですよっていうのが50組選ばれて、それが要するに準決勝で2日間出るんですよ。まあ簡単に言うと、今で言うザ・ W みたいなもんかな、準決勝、あのキングオブコントの準決勝みたいなもんかな、2本ネタを見られて、それで決勝のメンバーを決めるという形なんですよね。そこにザボンチさん行って、予選もめちゃくちゃ受けてたっていうのは聞きますけどね。だから今回もすごい受けてたんじゃないかなとは思いますしね。いやー、だからそういうさ、こう、時代を超えて、ずーっとまあでも現役でやってらっしゃるから、今の、お笑いの感度もやっぱり素晴らしいんだろうね。だって、若手でイケイケの人だってさ、受けないとき受けないのに、ずっとやってて、賞レースからちょっと離れて、ね、若手番組とか、若手ライブから離れてやっているけども、ちゃんと面白い。まあ、やっぱ NGK に立つとやっぱちょっと別格なんだろうけどね、そこはね。いろんな人来るからね。あそこに立ってる人はもう本当に一流の漫才師しかいないんでしょうけどね。まあ、この日さ、この2月4日のね、19時からね、2部ですね。3日目の2部。ま、三日月マンハッタンとか評判ね、聞きましたね。初日はね、三日月マンハッタンの中峰さんがね、お客さんに見に来られてたんで、よくチケット買えたなぁ、なんて話もしてね、このゴミラジオで2人でね、事前にザ・セカンドを喋る回、ね、ちょっと流してありますので、ちょっと気になった人はそちら見ていただければと思いますけども。レーザーラモンさんもなぁ、面白いもんね。カムメンタルさんも去年決勝まで来たんじゃなかったっけ？決勝か、ギリ、決勝手前かぐらいまで来たよね。準決勝ぐらいのとこまでがね。なんか話題になってね、結構ネタ時間長くて、どこに時計があるか分かんなかったっていうので、6分尺とか8分ぐらいやったんじゃないかな。まあ、それはそれでまた、ね、いいんじゃない？ベテランの面白さないかな。一個の話題性にもなったしね。で、大阪公演とかもあってね。あ、カウカウさんとかもいいんだな。大阪でザンボチさん出てんだね。あ、シマシマンズさんとかいいのか。で、シャンプンハットさんとか。で、スーパーマラドナさんね。チキチキジョニーさん。あ、すごいね。ハイキングウォーキングさん。大阪で受けんだ。あれ、ハイキングウォーキングさんって大阪だっけ、もともと。わかんない。東京のイメージ強いけどな。ボルトボルトさんもね、面白いんで、正直言うんで。モッコスファイヤーさんもね。俺が芸歴2、3年目ぐらいの時にライブ一緒になったことあったわ。フリーでその時やって、それで吉本に入ってね。で、モンスターエンジン、ヤングさんとかね。これ面白そうですね。それで、そう、ツートライブさんとか、ラストの日とかね。いますね。ヘンダーソンさん。ね、七曲さんとかもそうだけどさ、やっぱ今年から参戦になった。この M1 グランプリの去年の準決勝レベルの人がさ入ってきたわから、ここら辺も油乗り切ってるからそのまま決勝まで行き切っちゃうかもしれないけど、これまあね、去年のザ・セカンド見た方だったらわかると思うけど、優勝はまあギャロップさんだったんだけど、そのギャロップさんが勝ち上がったっていうのでも2、3点差 ?1、2点差ぐらいで勝ち、ギリで勝ち上がってんのよ。決勝って最高3回やれんのよ。1回戦。なんか直接バトルなんで、最高ネタ3本までできるんだけど、それで、どっちが良かったかお客さんの票でやるんだけど、1、2点差では勝ち上がってるから、
ほんと奇跡なんだから、マシンガンさんとかもそうじゃん。あ、マシンガンさん結構圧倒的だったっけ？マシンガンさんは圧倒的だったか。だからマシンガンさんが結構シンデレラストーリーぐらい圧倒的な強さを見せつけてくれて、まあ準優勝までしたとは思うんだけど、ギャロップなんてほぼギリだった。ほんと最終決戦のマシンガンさん、ギャロップさんの対決の時ぐらいっすよ。圧倒的だった。だから俺はもうね、まあ演者で長いからなのか、もともとセンスが鈍ってるのかかわかんないけど、僕マシンガンズさんの方が優勝するなってあの時思っちゃって、あ、これ行き切ったんだと思ったら、もう全然勝ててなくてね、なんかもう僕は気持ちはね、1回戦ね、2回戦でもうマシンガンさんにもうわしづかみにされたから、あ、これもう優勝マシンガンさんがいいなって気持ちもちょっと乗ってたんだよね。それ見てネタがないって言いながらも、なんだったら1回戦2回戦のネタより受けてたわけじゃないですか。まあアドリブ力の高さというかさ、まあその回あって、まあラジオなりテレビなりね、もう散々お呼ばれしてね、あの売れてるとは思いますけど、したらもうギャロップ様、ネタあれはネタじゃないって見られたのかね。ネタじゃないって、でも6分間立ち話が面白かったらもうそれは一個のね漫才なんじゃないかっていうのはね、昔から言われているんですけど、やっぱり賞レース M1 グランプリができて、新生 M1 グランプリかな、2015からまあ決勝行かせていただいた年か、その年ぐらいからその賞レースのその緻密な、あの無駄なセリフを一つもないという緻密なネタっていうことに対しての、お客さんの見方もちょっと厳しくなってきたのかな。これがネタじゃない。ネタ、これがネタだとかね。それこそあったじゃないですか。マジカルラブリーがさ、優勝した時、M1 グランプリ。これ漫才なのか漫才じゃないのか論争みたいな。あってさ。決勝で初めてそれ出ててさ、予選から見てる人と、我らさ、お笑いファンからすると、マジカルラブリーはそういう漫才もあるし、あれが漫才じゃないなんて一度もよぎったことないのに、テレビに出て、あんだけあのセンターマイクの近くにいないのは漫才じゃないんじゃないかとみたいの言われるのが分かんなかったからね。だからもう分かんない、テレビに出てみないと分かんないことってのは山ほどあるしね。誰がどう評価されるか、それはもう予選でもあそこ受かってあそこ受かんないんだっていうのはね、やっぱ人が変わるとやっぱりちょっとは変わりますからね。本当に圧倒的に受けてる人、まあその予選会のトップ1位とかだったら、まあ誰が予選の審査員になってもまあ受かってるとは思うんですけど、他の人ってちょっとね、人がごっそり入れ替わった、審査員が入れ替わった、入れ替わりは絶対あると思うので、ここは受けてたけどこっちを通そうっていうのもあったりとかする。こっちは決勝の方が面白く見えるっていう多分会議があると思うんですよね。もちろん決勝を見据えて の勝ち上がりだと思う。決勝期待してますの32なのよ。すごい1回戦面白かったですよの32じゃないのよ。決勝期待してますよの面白かった32が乗っかるってことは、本当にだから受けてる人より受けてない人のが受かるときって、そこの期待が乗っかってるんだろうなっていうのはちょっと思いましたけどね。でもどうなんでしょうね。でも最近の R1 なんて結構手堅い決勝メンバーだった感じするけどね、準決勝見てる感じは。だからそのお客さんとして見てても、あそことあそことあそこは受かるかなっていうのをきっと予測して、意外と半分以上予測が当たる人も意外と多いのかもしれないですしね。僕は自分の出順でいっぱいいっぱいだったんで、自分の出番と1個前の日吉仲良しさんでシドビンフットさん、ランジャタイさんぐらいしか見れてないのよ。ランジャタイさんってまあ一回いいかって、ね、全員合わせておいいか。もうね、上の人間ですからね、ランジャタイもね。でまあ面白いよね、なんか誰が売れるかわかんないし、誰が売れ続けるかわかんないし、誰がまた巻き返してくるかわかんないし、で賞レースが誰が勝ち上がってくるかわからないっていうね、これがまあね、面白いところなんですけどね。まあ受かったらそれは嬉しいけど、落ちたら落ち込みますわね、それはね。あ、大阪のさ、予選会って MC ヒューマン中村さんなんだね。めっちゃいい人選。ね。で、2月14日が大阪の最終予選だったんですね。だから2月14日から審査が始まるわけですよ。2月2日から始まって。
で、そっから審査をして、多分まあその日のうちか次の日ぐらいで、だから15、16ぐらいには、まあ32組も選んで、で、後に21に発表ってことなんだでしょうね。まあ、多分結構審査員の方々も忙しい方多いので、スケジュール全員が合うタイミングっていうのが多分難しいから、あの合格発表の日もスケジュール次第ではもっと伸びたかもしれないし、ひょっとしたらすごい早かったらもっと早かったかもしれないしってことでね、すぐに何日に発表っていうのはなかなか言えないんでしょうけどね。イエスシアターって出たことないな、大阪ので、大阪は渋劇が300ぐらいだから多分そんぐらいのとこなのかね。でも嬉しくないですか、その予選会とか結構満席の日が多かったんですよ。完売のね、M1 1回戦で300キャバなんてことはないじゃないですか。でもザ・セカンドはもう誰しもがエントリーさえすれば300キャパのほぼ満席の状態、むしろ完売の状態で立てるってのはね、本当にあの長くやってきていったことへのご褒美だなっていうのはね、思いますね。だから本当にまあ18時発表になって、まあ僕はね、あの居酒屋のアルバイトでその時に近くにいる人はひょっとしたら言ってくるかもしれない、しんどさんおめでとうございます、しんどさん来年頑張りましょうっていう、俺まだ知らないのに先で言ってくる人いるんだろうけど、まあそれはそれでまあいい人なんだからいいんだけど、そういうのをね自分の目で確認する前に情報がね、これさ、まあ見てるね一般の方だったらわかんないけど、これね見なくてもわかんのよ、この18時過ぎると。あのね、賞レースってね、僕はまあ少ないですよ、そのおめでとうラインおめでとうライン少ないけど、まあ今回なんかセガノで初めて参戦だから絶対ゼロ件なわけないですよ、あの受かった時誰かおめでとうしてくれるはずなんですよ。まあ3人ぐらいは、少ないですけど3人ぐらいは、意外な1人、意外な2人、意外な3人、ああこの3人が送れるんだみたいなパターンなんですけど、むしろ近い人の方が来ないのかな。だから僕は決勝行ったりとか、ザ・マンザイ M1 とかも決勝行ってるから1回戦ぐらいでって思ってね、ちょっと評価してくれてる人とかわざわざねおめでとうとか言ってこないかもしれないですけどね。本当にどうなんでしょうね。まあもし受かってたらね、本当にともしげさんにおめでとうラインきっと来ると思うんでね。まあ落ちてても来るんでしょうけどね。残念でしたねって、まあ、文字では一瞬見たらわかんないけど、笑顔でこれ書いてんだろうなっていうのが伝わってくる。やっぱあの人は人の不幸が蜜の味っていう、誰よりも人間らしい面があるんでね。まあ僕も人の不幸は好きなんでね。まあそれはあんま人のことは言えませんけどもね。まあまあ。でも自分が参戦してるのに落ちて喜びながら怒ってくるやつもなかなか最高感あって素敵ですけどね。まあまあまあ。僕はあんまそこら辺はまあ用できないのでね。そこまで踏み越えてくるっていうのはね。まあモグライダーなんで去年あの M1 グラブ決勝にいるからだいぶ天井人として僕のねザ・セカンドの参戦は見てるのかもしれませんけどね。まあ借りたいですね、何にしてもね。焼き鳥ぐらいね誰か後輩とかおごってくれるかもしれないですね。しんどさんもセカンド1回戦受かったから飯おごりますよとかね、月光トランポリンの斉藤さんあたりが言ってくれるかもしれないですしね。ね、まあ、ラフィーネにはいるね、若手芸人なんですけどもね。まあ、何にしても、だって、18時に発表して、おそらく居酒屋でバイトしてんだけど、俺、18時10分ぐらいまでにはもう多分結果、ただ働いてるだけなのに入ってくると思うんですよ。芸人もバイトしてるんで。絶対、俺より先見てる可能性があるんで。いや、全然いいんですけどね。僕は見ないから、おそらく。終わってからおそらく見るんで、仕事終わる22、3時だから、だからまあ、24時ぐらいに見るとことは、になるとは思うんですけどね、でも、僕してなんか言ってくると思うんですよね。なんか、発表になりましたよって来ると思うんですよ。めっちゃドキッとするんですよね。包丁の手元来るわと。まあ、キッチンでよくいるんですけど。やだな、それも。まあ、どっちにしろ嫌なんだよね。これが実際にさ、今、本当にスタンバイしてるとしても、嫌だしね。うわーって思ってるかなー、その時は。いや、緊張して、なんか、本当に今緊張してきたな、だんだん。今日決まるんだもんな。まあまあ、でも、いつまでもじらされてもしゃあないし、もし受かってんだったら、とっと2回戦受けたいし、2回戦出れんだったら、とっと3回戦行きたいし、っていう。
32から、次32まず選ばれるんですよ。選ばれた方々は10出た時に16になるんですよ。で16に選ばれた方々、要するにこれが実質上の準決勝ね。で8位ね、これがフジテレビので放送されると。ここに行くと、まあ、だいぶすごいよねと言われてるところですよね。全然わかんないなぁ。その今回のね、僕は やりたいネタというか、まあ面白いだろうなと思うネタをやって実際に受けたから楽しかったんだけど、このネタね、一回 M1 でやって準々決勝で初めてやって落とされてるネタだから、そこは心配だよね。例えば受けてたねバカよあなたって、例えばなってたとして、審査員の中でねなってたとしても、いやあれはやっぱり評価ちょっとつけづらいなってなって、結構辛めの点になってるパターンもあんのかなって。だからそれがセカンドの評価ってまた全然違うから、どう見えたのかなとはちょっと思いますけどね。まあ登場時ね、すぐに2回噛んでますけどね。でも6分間なんでね、 2回噛むぐらい少ない方ですよ。今言わせていただければ、まあ、相方1回も噛んでないですけど、それ大したもんだなとは思いましたけど、俺だから2回噛んだよね。2回だから0回ですね。言うならばね、まあ3回ぐらいまでは噛んだうちに入らないですよね。まあ15回噛んだっつんだったらもう噛んだとは思いますけどね。いやあんなさ、やっぱビビりますよ。2番手でまだ空気もわかんない中、まあトップバッターの広島中井さんはもっとビビってるとは思いますけどね。あんな緊張感の中こう出てきて、どうなのか、めっちゃお客さんの顔見ちゃったわ。まあまあね、客席見れるんですよ、奥の方まで顔が。まあまあ明るかった気するんですよね。どうなのか、うおーとか。で、ざわざわって受けてるの、あの人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 受けてるとか。こんなことしたら噛みますよ、本当に。何お客さんの顔色、笑った顔の数えてんの、めっちゃ数えちゃって最初。あ、こんなことダメだって、ネタに集中しなきゃってなってね、そこからまあ噛まずにやれたってのはありましたけど、でまあ楽しかったなっていうのが多かったんで、まあ敗退になったとてね、ザ・セカンドにちょっと感謝させていただいてますよ。お笑い活動としてまあいろんな楽しかった回はありますけど、やっぱ賞レース一番頑張りたいじゃないですか。まあ、R1、キングオブコント、M1、ザ・セカンド、ザ・ W なんていうのはさ、そこでしっかり受けるっていうのはさ、やっぱり何にも変えがたい、まあ、喜びではあるんでね。まあ、敗退しても、ひねくれずに、ちょっと、頑張っていきたいなと思いますけどね。いかんせん、32組でしょ ?32 組はやっぱ少ねえなと思うよ。それこそ2014年で、すいませんね、過去の話ばっかしてね、そんなに最近の活動がないもんでね、最近一番最近の活動あれなんですよ、あの週刊さんまとマツコに2週で出して、1回の収録で2週分撮るんで、2週分出していただいたぐらいで、女性芸人をちょっと解説させていただくって、まあ、非常にありがたいお仕事だったんですけど、それぐらいだったんでね、ネタでテレビに出たなんてのは、本当にもう、どんぐらい？一番最後どんぐらい？コロナ中ぐらいに、笑点の演芸コーナーに出していただいたぐらいから、もうテレビでやってないんですよ。だから、3年前とかになるのかな？まあ結構最近か3年前ぐらい、笑点。笑点3、4年前？笑点だけが唯一ね、評価していただいてる。だからここでね、セカンド、俺、セカンドで決勝行って、もう一回笑点呼ばれたいなっていうね。いや、まず、そんな、贅沢な話ですけどね。もう2、3回出していただいたんで、それも十分ありがたいですよ。ありがたいですけどね。やっぱり、生きてたら絶対に出たい番組なんてのはね、多分あって、賞レースの決勝がまず一個あるとすれば、賞レースの演芸コーナーとかね。やっぱりありますよね。A スタジオとかね、しゃべくり7とか、まあここら辺出たらもう売れてますよ、ね、バラエティ出たらまあ A スタジオでしゃべくり7でもな、だってもう、ね、もう呼ばれたらその組ぐらいと、もうね、ほとんどその人だけをピックアップして喋るわけですからね、だからそうなったらまあ本当生きててよかったなって、まあ今でもすでに俺生きててよかったなにはなってるんですけどね。でもせっかくもうどんどん新しい情報を更新していかないといけないっていうことでね、
どうなんでしょうね。借りてえな。まあ、落ちてもしゃあない。落ちたら誰かね、慰めてくださいね。いや、よく頑張った。ダメ出してこないで、本当に。本当に。よく頑張ったよ、だからね。いや、なんかいろんなダメ出しして、なんか落ちたらもうまるでさ、今までの芸歴を全部なんか間違って歩んでたんじゃないかみたいなこと言ってこないで、そこはさ、もう受かる落ちるはもうそれはもうわかんないんだよ。受かろうと思って出てるんだから、いやもう捨てて出てさ、どうせ無理だよ、こんなもんでいいだろって出てんだったら、それは怒っていただいていいけど、そういうわけじゃないんだからね、そこは、最近、だからそう2014年の、そう、ザ漫才。ザ漫才って言ってももう今、2024でしょ？もう知らない人多いもんね。うん。まああったんですよ。一回戦が10分の1以上の確率で勝ち上がるって、当時さ、M1 グランプリが大体3組に1組受かる確率だったんですよね。予選一回戦。その時に10分の1以上の確率で勝ち上がるってね、怯えられてた賞レース。それがザ漫才なんですよね。で、なんか2回戦には割と行かしてもらえるなっていうことで、喜んでって、2017年今年決勝行くかって思って、気張ったら1回戦敗退だったんだよね。意外とバカよあなた、1回戦敗退ちょこちょこあの、M1 グランプリのね、2022と1回戦敗退で驚かれたけど、意外とありますね。1回戦敗退。M1 もあるしな。なんかね、頑張ろうと思えば思うほど空振りしちゃうんだよね。去年も頑張ろうと思えば思うほど空振りしちゃって、割とね、二人ともね、ガチガチでしたね、M1 ラストイヤーは。まあ、あんなに緊張してるやつ、そら受からんわっていうのがね、なんか伸び伸び楽しんでやりゃいいのに。なんか、まあ、決勝も出していただいたし、なんか思い入れもあんのか、変に、気負っちゃったんだからね、ラストイヤーでやっぱり決勝行くってなかなか難しいんですよ。その、増田岡田さんとかラストイヤーで優勝してた、あれってね、もう化け物ですよ。めちゃくちゃプレッシャーもあっただろうし、絶対に優勝したいっていうのもあっただろうし、それに見合うだけの、この、周りからの評価もあったと思うんだよね。それを跳ね抜けて優勝したってのがやっぱ、とんでもないなっていう。ね、第2回目のね、で2002年ね、優勝者 M1 グランプリね、増田岡田さん覚えてますかね。これ見てる人って M1 グランプリってどのぐらいから見てんのかなとかね、ぜひコメントいただければね。今日ちょっとね、アルバイトなんでね、実際に家にいるわけじゃないですけど、でもどうしても発表生配信っていうのはやりたかったので、ちょっと事前収録で、まあでも同じ当日に撮っておりますから、気持ちとしてはもうちょっとどっちにしよう、もうちょっとで発表になるんだなっていうドキドキ感はね、ちょっとね、持ちつつやってますよ、本当に。だからリアルには伝わってると思うんですよね。本当、やだなぁ、発表でも。まあ、これが楽しいんだけどね、本当に。落ちる、受かる、あ、落ちた、受かったの。これが、もう何よりも多分刺激なのよね。舞台上ですね。まあ、今回やったら6分間の漫才やって、それに受かる、落ちる。それはね、以降勝ち上がっても何も変わりませんよ。まあ、周りの、ね、芸人さんくらい褒めてくれる人はいますけども、仕事量的には一つも変わんないと思います。でも、まあ、このワクワク感、これがやっぱたまらんのですよね。なんか受けた、受けなかったもさ、あるじゃない。もう、舞台で終わった瞬間に、あ、これちょっと厳しいなっていうのが分かった上で待ってんのをさ、やっぱ落ちたか。運良かった、受かってるかなっていうパターンなんで、大体絶対落ちてんだよ。それが去年の M1 グランプリ3回戦でさ。まあお互いこれちょっと厳しいなって喋ってないけど分かってたんだよね。これがそれでさ、一応ラストイヤーだからインタビューとか来ていただいてさ、それの期待に応えるだけの表現ができなかったっていうのは悔しいなっていう。で、ほんと珍しく今年から R1 グランプリの予選も参加させていただいて、やっぱこのドキドキ感は変わんないよね。でも僕ピン芸人じゃないからさ、やっぱそこら辺は若干緩くやれるかなと思ったけど、やっぱり緊張するね、あれはね。楽屋とかで1回戦にさ、あのピロキさんとかチャチャさんとかいるわけですよ、同じ楽屋に。こんな楽屋今後一生ねえだろうなっていう人たちがこういるわけでね。ミフクさん、ミフクエンターテインメントさんとかさ、ね、小松美優さんとか行ってさ、なんだこれみたいなね。で、お客さん満席で。いや、これはね、やっぱり、どんな遊びより楽しいだろうね。
まあ、売れてたらもっと違う景色見えてんのかもしれない。売れてないくて、ショーレースの予選以上に、面白い遊びってないと思いますね。もう芸人にとって。これ芸人じゃなくて、普通に社会人やってる人とかでもさ、お笑い参戦してる人いると思うんだけど、その人も多分、そのショーレース以上に楽しめることはないと思ってんじゃないのかな。相当やっぱ刺激的で、こんなに感情悔しさ、だって落ちた後もうビビりながら、楽屋行かないといけないよ。ライブあったら。あ、お疲れ様です。とか。あ、どうもお疲れ様です。気の使える人は特にそこを触れずに挨拶で伝わるからね。お疲れ様です。って。いつもよりなんか気を使って挨拶してくれたな。あ、敗退して知ってるけど、敗退のことあえて触れずに挨拶という言葉のイントネーションだけで、次回あり、頑張ってくださいみたいのを含まれてるな、みたいな人もいるしね。難しいよ。だから僕なんかだから敗退してる人、受かってる人とかは、どうやって喋ったら、まあ受かってる人はまだいいよね。だ敗退して実力があってすごい受けてた人なんかさ、なんて喋っていいかわかんないもんね。それこそ、最近で言ったら R1 準決勝で敗退した実力者、すごい受けてて、別に決勝レベルの人と変わらず受けてた人とか、声かけづらいもんね。でも、全然決勝レベルだったよっていうのは、まあ、余裕あったら言いたいけどね、とは思いますけどね。難しいよね。なんか慰めれば慰めるほど、なんか惨めに感じる時も、時にはありますから、何でもかんでも褒めたらいいってもんでもないし、だ準決勝に行ってる時点でも、まあ、褒めるべきものだ、もあるだろうし、まあ今回で言ったらセカンド参加してる時点で褒めるもんであるということで、いてほしいですよ、これ見てる方たちはね。いやー、もうちょっとでしょ、もうちょっとでしょ、これ。いやー、これは緊張するなー。これまだ実際の時間より早く撮ってんのにもう緊張してるからね。まあ人生変わりゃしねえとは思いますけど、下手したら決勝行っても変わんないかもしれないけど、やっぱモチベーションは変わるよね、モチベーションは。最近なんか日の目を浴びてないから、なんか本当に日陰の生活ですよ。お笑い芸人でこんなに日陰で活動して、でもまあ楽しいから続けてるんですよ。楽しくなかったら多分やめてると思いますけど、昨日もね、お笑いの現象学って、阿佐ヶ谷アートスペースプロットで20人埋まれば満席というようなところで、10人埋まったからほぼ埋まってるな、みたいな状態でライブやって非常に楽しかった。そういうね、一つ一つのライブがさ、やっぱ楽しいから、まあ芸人やってんだろうなって。やっぱライブに出てる間って、まあライブもそうだよね。ショーレースに限りライブもそう。やっぱこれ以上楽しいことってないんだろうなって。だから本当は僕、コロナ明けぐらいにライブ後打ち上げ行くようになったんですよ。打ち上げって必要ないなって思ってて、僕。だけど、打ち上げの芸人さんと本番でのライブ中の芸人さん違うんだよね。だからそこをもうちょっと気づかないといけないし、本音はどうだったんだろうって、別にインタビューするわけじゃないけど、ただ飲むだけで、大したことで喋んなくてもいい、天気の話してもいいんだけど、そういう時間も大事だなと思って、そういうと時間をあんま大事にしてこなかったなと思ってするようになったんだけどね。だからなんかよく言うとストイックみたいな思われて、だから面白いことが見つけるのが下手すぎるっていうね、生き方の下手な人間だからさ、ライブがお客さんが笑ってくれて自分にの本音に近いことが喋れて舞台上で喋れるんだったら、もう打ち上げと変わんないじゃんと。だったらもうライブだけこなしてったら一番幸せだし、そのね、爆発にもなるから技術も上がってくるし、一石二鳥でしかないと思っていたんだけど、やっぱりね、できる芸人さんちゃんと打ち上げも大事にしてるなっていう感じのイメージがあるんですよね。だから打ち上げも大事にしないと、僕はやっぱできない芸人、なぜできないのかって言ったら、やっぱり打ち上げ大事にしてなかったからなのかなっていうのを一個見つけて、まあその舞台以外での顔を見せてもらったりとか、まあ、そんな言うてもね、打ち上げに一緒に行く芸人さんっていないのでね、最近もL歌舞伎ぐらいしか行ってませんけど、まあありがたいよね。でも言ってたらね、その徐々にね、また新しく飲み行く人とかも現れるかもしれない。まあ僕はあと酒がそんな得意じゃないっていうの。45になって俺もずーっと酒ちびちび飲んでるんですよ。だからサワーとか、カクテルはもう全然ガブガブ飲めるようにはなりました。やっとね。飲もうと思えばね。でも高いから、やっぱり俺今、もうせこい話いいですか？一杯500円ってどうなんですか？これ。俺ちょっと、お酒飲みで一
杯500円って俺毎回メニュー見て高すぎだろって俺毎回思うんだよね。500円ってって思って。でさ、420円ぐらいだったらちょっと安いとか言って、安くねって。安、高いってって思って。で、僕は結局ソフトドリンクでさ、お茶とかさ、水とか炭酸水とかソフトドリンクでいいわけですよ。コンビニでさ、100円、108、俺だって最近自動販売機で170円のさ、ジュース買って、うわ、高えな、いつの間にこんな高くなったのとか思って。僕昭和生まれだから、昔自動販売機100円超えるジュースなんかなかった時代の時代だから、何170円って、どぎも抜かれんのよね。それが、やっぱ未だにあって、やっぱ古いタイプで、やっぱり金がないやつで濃すいから、やっぱり細かい10円単位もやっぱ気になっちゃってさ。それで居酒屋行くでしょ。これは本当にパーティーだなって。俺本当なんだろう。賞レース出るぐらいの勇気を振り絞って行ってます、打ち上げ。もうこれはもう一杯500円のやつを飲まないといけないんだなっていう。だから大体1、2杯しか飲まないですよ。酒あんま飲まない人だなっていうのは、まあ、実際にそうなんですけど、飲もうと思えば甘やさんガブガブ飲めるけど、2杯乗ったら1000円じゃないですか。これ1000円 ?1000 円ってまあまあいいラーメン食えるよなとか、いろいろ思って。このさ、小学生の脳のまま大人になってんですよ。この金額だったらあれ買えるよねとか、よくあるじゃないですか。居酒屋行って4500円、一人4500円だったら何買えるかなとか、毎回まで思うからね。そうなると、やっぱり足は重くなって、できるだけ安い居酒屋、飲み屋どこ。ってなった時に居酒屋じゃなくて中華料理屋選んだり、カレー屋選んだりとか、定食屋選んだりとか、定食屋とか、普通に飲食じゃなくて、食べ物屋のお酒も扱ってるとこ。お酒扱ってる中に食べ物屋入ってくると高いんですよ。食べ物扱って中にお酒屋とこは安いんですよ。そこだと お通しとか席料がいらなかったりするんでっていうところで、そこ優先で探すようになったりとかね。そういうとこだと全然行きますけど。まあ、こすい話ですよ、ほんと。夢も希望もない話ですけどね。まあ、本人は楽しくやってるんで、そこはね、まあ、多めに見てほしいんですけどもね。まあ、お金持ちにならなくてもある程度ね、本当に、金持ちになりたいよね。だから、そういうこと、昨日ね、スーパーニューニューの大将が珍しく飲みに誘ってくれて、すごいハッピーであったんでございますけども、一軒目はね、一軒目も、鬼安いとこ。もう、2000円払ったら、もうそれ以上払わなくて、飲み放題で、おでんとか食べ放題の店があるんですよ。ほんと若手芸人、めちゃくちゃ来るとこ。実際に若手芸人5人ぐらい来て、ああ、どうもお疲れ様ですって。芸歴はだいぶ先輩なのに、この来た5人にはおごってやれずに、せめてスーパーニューの対象だけにおごるかっていう、この、なんとも言えないおごり方をしたわけですよ。もう謝りもしなかった。帰りも、あんま挨拶もちゃんとできなかった。おごれないから。すまへんって。本当だったらね、まあ、武勇伝の先駆者の先輩があるじゃないですか。お会計は、いただいております。あんなんやりたいけどね、本当はね。そう言ってる間、あともう2分ぐらいで発表になりますよ、これ。あと2分ぐらいでね。皆さんどうですか、これ。居酒屋のお金がない話を聞きながらね、ザ・セガンの発表。時間ジャストに発表なんのかね。それもまた、わかんないけど、まあ、なんかセカンドってなんか信用ある大会だなっていうイメージが今んとこあるんですけど、どうなんですかね。まあ、さすがにジャストか。だって絶対に、だってもうタイマーかけてるね。何時発表っていう。おそらくだけど。タイマーがあんのかどうか知らんけど。ツイッターか、ホームページがツイッターに、まあ、両方かな、ババーンって出んのかな。うん。いやー、緊張しますね、これ。もうあと1分なんじゃないのこれ。もう。うわ、これはやばいね。これどうなんだろうね。ちなみに、これ今、プレミアム公開なんでね、生放送じゃないですからね。これ、バイト入れちゃいましてね、こっから参加したらすいません、本当に。いや、これ、決まんの遅いんだもん、だって発表の日。まあ、コメントは適当に書いていただければさ、僕後で見るからさ。でも、書かないんだよね。プレミアムってあんまコメント書いてくれないんで知ってるんですよ、これ。これが悔しい。本当にね。生のリアクションが取れないので。まあまあ、受かったらおめでとうってみんな書いてくださいよ。普段コメントしてくれてない人も書いてくださいよ。まあ、落ちた落ちたでみんな残念って書いてくださいよ。そこはね、もうしょうがない。いや、もう頑張ったから、まあそこに関してはもう褒めてほしい。一生懸命頑張って笑い取ったんでね。うん。
みんな受けてたって言うけど、それは人によってその受け方のね、これ、まあ、配分の量の違いとか、手順によって笑いの量は変わってきますから、ちょっとわかりませんけど、いやー、これはね、もう、どうなんだろう、もう。まあいいや、もう落ちたらもうしゃあないもんな、だって。落ちてもしゃあない。受かったら嬉しいけど、ほんとわからんわ。うん。わからん、もう2番、あの、初日の2番バッターだったんですよ。2月2日の第1回目の2番バッターだったんで、どんだけ笑い取ろうが分かんない。あの、マックスの笑いの量に絶対届かないんですよ。あったかいお客さんだったし、受けてはくれたから、俺はライブとしては、まあ、申し分ないんですけど、マックスの受け量、まあその日言ったらランジャタイとか、がマックスだったと思うんですね。まあネット評判だとタモンズが良かったって、タモンズも非常に良かったんでしょう。見てないけどね。その、そこには届かないで。届かないで。だからその届かないってなったさ、うん、あー、もう違う。どうですか、もう。皆さんどうですか？皆さん、もう発表になりましたかね、これもう。これ発表になってるよね、もうね。これもうね、うわ、もう俺はわかんない。俺過去の人だからさ、過去の人、未来の人、現在の人じゃないからさ、うわ、どうですか、皆さん。未来の人たちどうですか、これ。これわかんねんで、まだ発表が。今は居酒屋でバイトしてるよ。どうなってんだろう。いやー、もう発表になってるよね。まあどうなってんのかわかりませんけどさ、あと10分で終わりにしますわね。いやー、どうだったんだろう。まあいいやこれね、まあしょうがない。出れたで俺はとりあえず OK として見てますわ。とりあえず出していただいたっていうさ、まあそれだけでもね、まあ出れない人がいいのか知らないけどね。いや、いい時代に生まれたよ。だってちょうどさ、ラストイヤーが終えた後にセカンドっていうのがもうあるんだもん。出れたってだけでお前嬉しいで、どう見たんだろうね。からかったのかね。めっちゃ落ちてたとしたらさ、めっちゃ激低いかったりしてね、意外と点本人は、いやー受かってるかもしんないなとか言いながら激低いとかもあるんだろうな。いやお前そんなで受かるわけねえだろって新さん思ってたりとかね。それか受かってたらね、受かってたらハッピーだね。バイト中にハッピー。ちょっとね、ネギのね、みじん切りがちょっと早くなるかもね。テンション上がってパパパパパって。まあもともと金のうまい方ではあると思うんですけど。どうなんだろうな。なんで今日バイト行っちまったんだよな。明日は新藤辰巳の女芸人フェスの前日だから、まあ全員にメール送ったりとかして、LINE 送ったりしないといけないんで、ね、ネタきっかけを聞かないといけないからね。とか、手順のを確認するとかもしないといけないんでね。まあ一日空けようと思ってたんですけど、どうですかね皆さん、もうどうですか皆さん、全然このタイミングにスパチャね投げていただいて大丈夫ですからね。後でちゃんとコメントは全部見させていただきますので、スパチャがないとね、コメントが、あ、この人のコメントっていうのやっぱ目立ちますんで、スパチャがあるとやっぱ5000円以上が目立ちますね。スパーちゃんのコメントはマジで。金額によって表示する時間も変わるんですよ。安ければ安いほどちょっとの瞬間になっちゃうんで。まあ、それはありがたいですけどね。全然ありがたい。ほんと、皆さんに支えられて。だってこれ、本当に配信とかこういうのがなかったら、俺やってない可能性ありますかね、お笑い。なんだかんだごまかしてず、昔なんかテレビの仕事なくなったらもう地獄ですよ。バイト、まあ普通にバイトやってんのかな、そういう時わかんないけど。でもなんか嫌おうなしにさ、まあなんだかんだ活動できるじゃないですか。なんだかんだ賞レース見てね、コメントと一緒に喋ったりとかさ。で、今はもうお笑いライブめちゃくちゃ多いからさ、毎日出ようと思ったらさ、別に功績なくても出れるじゃないですか。お金とか払えばさ。昔なんてエントリーライブとかノルマライブですらほとんどなかったから、ライブ自体が月に1個か2個入ればすごいみたいな。だからほとんどの人が多分芸人やってるっていうのは口だけで実際にライブ出てる人いなかったと思うんですよ。それなりの、だからオーディション勝ち上がらないと出れない。そうで、それとか例えば、ラママコント新人大会とかがそうですよね。ああいう形のライブでしかなかったと思うんですよ。オーディションやって出れるけど、まあ、いいライブみたいな。だからそこら辺の全くどこの誰か分かんない人が主催ライブやってさ、どこの誰か分かんない人が参加してさ、あのライブどこの誰か分かんない人が MC やってさみたいなライブ、多分昔あんまなんかほとんどなかったと思いますよ。だから今ほんと恵まれた時代で、僕みたいな道具芸人でも続けてられるっていうのが、だから現在はもう時代に救われてるなっていう、支えられてるなっていうのは本当あるのでね。まあどうあっても、まあありがたい時代だなと、これが、まあ落ちて、たとて、
ね、受かってたとて、ありがたい時代。受かってたらもう、バンバー歳ですけどね。とりあえずこれちょっとね、未来だけど、俺過去の自分なんで、ちょっと、どうなんでしょうね。あと6分でとりあえず、あと5分か、5分くらいで終わりにしますね。皆さんね、本当に。まあ、きっとね、発表になってもう、このぐらいの時間になったら、もうすでにヤフーニュースでね、32組発表になってると思うんですよ。誰々が受かったみたい。そこの目玉の人、まあ、ガロインって書いてあるのか、ランジャタイって書いてあるのか、ね、わかりませんけどね。そこに名前が連ねたらね、バカよあなたっていうのがね、書いてあったらいいですね。まあ別に花形で書いてなくてもいいんだけど、とりあえず受かってたらいいよなっていうのはね。まあ落ちてたにしよう。ね。ちょっと一生懸命行きたいとは思いますけど、別に今までが別に手抜いてるわけではないんですけどね。それなりに。だからライブ見に来てほしいよね。ちょっとコメント。全然話しか、僕出待ち 大歓迎なんで。話すこととかあったら、まあメモして、なんかさ、初めての緊張しちゃうんだメモして、ちょっとメモ見ますねとか、したらね、僕も一緒になって喋りたいとかできると思いますのでね。まあメモしなくてもいいですけどね。その時のライブの感想とか。だからライブ見ていただけると、あ、新藤辰巳頑張ってるなとか、ね、僕はあなた頑張ってるなって、ちょっと伝わるんじゃないかなとは思いますけどね、ぜひね、ライブまで足運んでほしいな。YouTube からライブに来る人ってほとんどいないので、なかなかここで言ってもあれなんですけど、一応ね、僕の気持ちをね、今述べてみましたという、ね、お笑いライブの活動はめちゃくちゃしてますのでね。それこそ、あさって、新藤辰巳の女芸人フェスっていうのがね、7時間ありますのでね、西荻窪で。時間ある人はね、ぜひ来てくださいよ。楽しいですよ、これは。お客さんもね、もう、なんだろう、相方ぐらいの距離の人ばっかりだから、相方だと距離遠いか、むしろ。なんか、家族みたいな人ばっかりだから、盛り上がってさ、ありがたいなっていう。完全にこれ面白く見えてるのはお客さんのおかげでもあるなっていうのが明確化されてるようなライブでね、ありがたいんですよね。まあ長いことやってるのでね、時間ある人はぜひ来ていただきたいなって。まあこれがまあ僕の、まあ、特に楽しんでやってる活動の中の一つで、まあ賞レース以外にね、面白い人も山ほどいるし、多分知らない人も山ほどいるし、なんで何時間もかかるかって言ったら、もう全ネタ見て全組と喋るっていう、だからやっぱどうしても時間かかってしまう。それでも巻きでやってますけどね、いやーね、受かってるとね、ちょっと気分よくそのライブも参加できるんですけどね。新藤辰巳さんもまあね、セカンドおめでとうございますって多分2組ぐらいに言われると思うんですよ。基本的に出ていただいて人、僕に興味そんな持ってないんでね、2組ぐらいにはおめでとうございますって、おそらくそういう賞レース好きの女性芸人からね、もう言ってもらえると思います。その二組に言ってもらうためにも、どの二組か知らないですけど、受かりたいなって。もうでも今結果出てるんですもんね。どうなんでしょうね。うわぁ、どっちなんだ、わかんねえ。全然わかんねえ。ね、時々、ね、セカンドどうでしたって聞かれるけど、いや、よかったよと思うけど、受かってるよとは到底言えなくて。これはどうなんだろう、これどのぐらいの人が受かってんのか全然わかんねえんだよな。まあ、負け癖もついてるからな、落ちてたら落ちてたってしょ、ああ落ちたか残念だなってね。まあね、それはそれでツイートしてくださいよ、落ちた残念で。受かったらもうめちゃくちゃ一人3ツイートぐらいしてください。同じアカウント一人3ツイートぐらいで、バカはあなたおめでとうみたいのの喜び書いてください。見に行った人は5ツイートくらいしてください。やっぱ受かると思ってたよって、後付けでいいんでね、書いてほしいですよね。あれが落ちんのはおかしいと思ったら、やっぱ受かってた。やっぱりザ・セカンドはガチだぐらいのさ、のでいいんでね、書いてほしいですわ。もう後で1分くらいで終わりますね。もうね、結果も発表になってもう10分くらい過ぎますのでね、ちょっと全くわかりませんけど、おそらくこの時間はバイトして、まあ、居酒屋で今バイトしてるんですけど、本人にも耳にもおそらく入ってきたらいると思うんですよ。テンション上がってんのかテンション下がってんのかはちょっとわかりませんけど。まあね、今日はね、わずかながら、生配信じゃないですけど、これ見に来ていただいた人はありがとうございます、本当に。ゴミラジオのね、もう、ここら辺でちょっとね、盛り上げていきたいんでね、勝ち上がりたいんですけど、どうなんですかね。この配信も盛り上がるためには勝ち上がんないと、もうすべてがうまくいかん。でも落ちたらしゃあない。うん。まあ、出ただけでいいでしょっていう感じに切り替えたいと思いますので、ちょっと、まあ、わかんないですけど、もうそろそろ終わりますね。すいません。ありがとうございます。本当見ていただいた方は本当に。いやー、どうなんだろう。未だに俺はわかんないけど、君たちは知ってんだもんな。いや、羨ましいな、本当に。
いやー、じゃあもうちょっとそろそろ準備でもしますね。居酒屋アルバイト行くんでね。ということで、ありがとうございました。はい。新田染ゴミラジゴ、32組選ばれたのか選ばれてないのかわかりませんけど、コメントを見て、後で、確認したいと思います。ご視聴ありがとうございました。以上、新田染のゴミラジオでした。ありがとうございました。